すっごい綺麗だった。着いたね。プロパシオンボアチュールって書いてある。やっぱあったかいね。下？上。上。そうだと思うよ。あったイービスの、ね、フィアット。ちょっと待ってね、あのフィアットが怪しいと思って俺が見ました。あれね、かわいい色じゃん。私の好きな色だよ、ほらグレープカラー。あ、すごい、見て見て、めっちゃ綺麗。ほんとだ、すごい綺麗じゃない。南仏っぽいね。南仏っぽいよ。およそ300m先、ロータリー2番目の出口です。ロータリーは2番目の出口です。で、次にまたラウンドアバウトがあるから、それは2個目。街並みはなかなか美しくていいんだけどね。それどころじゃないのよね。左方向です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 。うるせえよ、どんだけだよ。これそう、左方向って言ってんじゃん。もうそんなにしつこく言われるとよく分かんなくなってくるよ。およそ500メートル先、ロータリー。うるせえ、うるせえ、うるせえ、うるせえ。そろそろ結構、ほら、もう後ろから怒られた。そんなこと言われたってね、僕たちだって頑張ってるんだよ。なんか空気がいい感じがする。いやー、そうね。なんかすごーい。おー、すごい。なんか中身もすごい。危ないよ。なんか石油臭い。じゃあ芯のある匂いだ。なんかいい匂いだなと思って来た。あれ、シンナーの匂いじゃない、これ。違うよ。なんかブドウみたいないい匂いじゃない。ブドウか、うん、すごいシンナーの匂いに感じた。大丈夫？シンナー、ワイン。あ、ここからシーム村だよ。ルバーシュルのルーって書いてあった。あ、その店、その店、その村、うん、僕らがいる、うん、そう。だからこれから信号があるから注意してください、ね、左方向です。もういいんだ、これは気にしないで。あった、信号じゃん、これ、右。ちょっとすごい、ぼーっとしたやつ。あ、ポンピーじゃない、これ、どう見ても。あ、本当だ。え、これを27度の坂って言われたんだけど、ちょっと待った、ポンピー、ちょっとこの辺でちょっと待ってくんない。なかなか犬を連れたゲンチャリのおじさん。なかなか来ない。あ、来た来た来た。あ、違う、あ、違う、来た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 。うん、あれじゃない、なんかこれだよ。ボンジュール。ハロー、ナイスミーニュー。シュルビーオッケー。でもさっきの子じゃない、ここにいた。あ、そう、うん、たぶん。すごい。うわー、なんか始まるぞ。あ、こっち側に来いって。こう、すごい。でも別に全然OKだよ。でも、ナイスOK。まあそうね、こんなのやったことあれば、こんなの全然余裕なんだけど。プクプクプーだよ、プクプクプーだ。調子こき出した。大丈夫大丈夫、ちょっと OK、 全然平気だよ。あの子いるぞ。豚みたいになってるけど、犬が豚みたいなって返されてるけど。犬を棒で。あ、こっち右だって。すげえな、ここ。あ、本当はビラゾラ。本当だ。素敵ね。犬っ子邪魔だぞ。おお。怖っ。ああ、大変だったね。お疲れ様。やったー。Je vais vous aider, je vais vous montrer mes Yoko. Okay. Je vais appeler Yoko. Merci. Merci. Hey. Salut. Oh, c'est pas si bon. Oh, ça y est, il y a un peu de temps. Déjà.
I can't complain. Thanks to you. Thanks to you. Yes. No, no, that's a lot of work in doing this. Right. Wow. すごい。本当はこれもお庭の卵でやりたいんだけど。はい。キッシュってこんな美味しそうだったっけ、うん、って思っちゃった。うまそう。Very clever card. うまそう。わあ。すごい。ありがとうございます。いや、美味しそう。よし、おお、眩しいな。今日は果物ハーブ狩りをする予定なのですけど、あおさんどこにいるの？あおさん、ん？どこにいるんだ？下にいるですね。あ、いた。あ、じゃあ下に行きます。さて、どっから行くのかな？すごい坂なのだ。気をつけて歩く。あ、でもいい天気だわ。あ、石ついた。この辺にいた気がするんだけど。あ、ラベンダーだこれ。あ、すごい。ラベンダーいい香りだ。よいしょ。これですよこれ。よし、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 よし。これイチジクじゃない？ほら、すごい場所だな。あ、レモンがすごいなってる。これレモンだよね。みかん？レモンだろ。でも俺人が合ってないよ。聞いてみよう。よいしょ。これは何ですか？これがライムです。あ、これがライム。あのさっきのあっちにあったのはレモンですか？レモンとオレンジとみかん。あれみかんだよね、やっぱり。ほら、すごい。これはもちろんベイ。あ、ほんとだ。それは、これがそう。庭木っていうか、自然にもいっぱい生えてる。なんか、あのベイリーフのベイですよね。そうそうそう。気づいたんだけど、うん、タイムも野生で生えてるでしょ。ローズマリーも野生で、うん、まあ、いわゆる西洋料理のハーブ、うんうん、この辺だと大体。へえ。イタリアとかメディチ家だかなんか知らないけど、が使ってたものが普通になる。ある普通のものなんだ。すごい。あ、これね。あ、本当だ。これ取りますよ。わあ。えい。あ、取れた。美味しそう。ほら見て。この鎮座した感じで一個ある。みかんはみかんの形になるんだ。面白いな。もっと取って。はい、うん、この岩場はでもかなり坂だから大変ですね。これポリって取れたから大丈夫そう。すごい。ライムなんてなかなか食べないな。ライムの一番いいのはこうやっていっぱい取れるから、うん、切って、はい、くし切りにして冷凍しておいて、うん、ビールに放り込むのがぜひ。美味しそう。なんちゃってコロナ。確かに。あ、痛い。トゲがある。トゲがある。はい。よし。よし。いいなぁ。これどんぐらいするとこんな大きさになるんですか？ライムって。園芸屋さんで、うん、結構大きいの買ったの。5、6年は挿し木から立ってます。なるほど。でも5、6年でもうこんなになるんだ。さあ。じゃあ、はい、ミントに行きます。はい、わかりました。そう、今日は、モヒートを作ろうという回です。今更メキシコじゃないけどモヒート。この辺はもともとど田舎だったから、うん、オリーブの段々畑だったの全部、うん、その後にこう家を建て始めて、オリーブと、うん、あとリガラディエ、フランス語で、うん、ビターオレンジ、はいはいはい、ビターオレンジもこの村の特産 で、 へで今年に1回あのビターオレンジの収穫の、ビターオレンジってあのエッセンシャルオイルとかなんですよね。そう、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 食べられない。とても酸っぱくて食べられないけど、はい、あの葉っぱが
ピーターオレンジ、うんうん、で、うん、花がネロリン、そうだそうだですよね。そう結構それで商売になるか、そりゃ商売になる、うん、農業ネロリ高いですもんね。そうそう、じゃあ2階じゃないけど、はい、下の庭に行きましょう。あっちもこっちも庭があるんですね。でもこっち側とあっち側だとこう植えるものが違ったりするんですか？なんとなくこっちは野菜畑で、うんうん、あれがミモザ？うん、あれがミモザで、すでになんかついてる、花芽がついてる、うん、ついてる。それで1月末から咲く。あー、そっか、そっか、そっか、早いですもんね、ミモザってね。いろんなものがある。すごい香りがいい。これタイムなんだ、うん、なんかハーブの香りがすごい。コートダジュールのあたりに気がついたのはすごい雑草の花が綺麗、うん、ものすごく何でもよく咲く。へえ、やっぱりこう太陽もいっぱいだし、ラベンダーが咲いて、そうラベンダーがすごいいい香り。これはどう見てもウリですよね。っていうかでかっ、何ですかこれ、高菜漬けの巨大。クルジェットフラワーはこのやつなんだ。ほら見て、ほらオクラ、あ、オクラーす、オクラってこんな風になるんだ、うん、縦なんだ、大きいっすね。あと花が綺麗なのハイビスク、これあ、これか、これ花だもんね、うん、すごい、こんななんだオクラって、ね、なかなか下に向くんだと思ってた。そうなんだ、へー、ほんとだ、かぼちゃ、あーすごい。この長いのはそのロングドニ、あ、ズッキーニ、へえ、あ、ロングドニっていう、じゃあズッキーニではないんだ。ちょっとカボチャに近い、バターナッツに近い。へえ、もう完全に農家ですね、あなた。いいかもしれないし、これは昨日の見て嵐で、いや、倒れちゃったんだ。トピナンブってなんだっけ？あ、そうか。そう、大好物でね。え、ニワトリちゃんすごい、チックチック来てる、かわいい。ルコッケって、うん、フォーリッシュ、ルコッケってめっちゃいい卵じゃないですかっけ、かわいい。餌苦手？うん、好き。はい、欲しいだと思った。欲しい、あいで、あいで、痛い。わー、はい、猫みたいな声してるね。いいよ。この子が一番上品で、うん、ガッツって感じで。すごい。痛いよ。この人ちょっと空気がいい。変な子なの。そうですよ。卵いないかな。卵今取れました。すごい。カゴに。はい。わあ、すごい綺麗。出来たて卵、2つともポッケの卵、すごい、よいしょ、おいしょ、おお、綺麗な卵や、はい、ミントは取るとして、はい、これがレモンバーベナ、あ、これレモンバーベナなんだ、うん、これもどれどれ切らないといけないから、あ、すっごいいい香り、超超いい香り、ハーブって感じ、切ります、いやー、はい、これは、あ、これフレッシュでお茶入れたらめっちゃレモンハーブにいい香りですね。ね、はい、はい、わかりました。雑草みたい。でもここはこのミント、ミントここでいないと他の人のこう大変ですもんね。あっち行ったらもうね、ね、本当にミントって成長力がすごいですよね。じゃあ、モヒートを作ります。あ、よくわかんない。これをつまんで、ポイポイ入れてください。これを葉っぱを入れればよし。うん、茎はいらない、はい、あ、でも別に食べるわけじゃないから、もっとね、バリバリって、あ、バリバリっとね、はい、こういうことね、はい、はい、じゃあ、お砂糖を入れます。はい、私たちは結構入れるんだ。本当はかなり入れるけど、はい、今日は少ない、はい、おう、あ、こんな、すごい、こんな機械がある。ちゃんとヒートマシンで。こうやって。ほうほうほう。へえ、面白い。ミントの匂いとお砂糖を
少しとか、はい、はい、もっと高いラム買っておけばよかった、はい、大丈夫です。安いベーシックラムです。だったら OK、 どんな味でも美味しいですよ。もっともっとガンガン、よいしょ、ポイポイポイ、はい、いい匂い、はい、いい香り、ところどころ雑な感じでお届けしてるけど雑な、じゃあこれを持って飲んでいきましょう。はい、はい、やった、いけますよ。あっちの、あっちで飲みましょうよ、眺めがいいし。あー、ほんとここは眺めがいいですね、うん、風がすごい。よしよし。イエーイ。はい、乾杯。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。あ、おいしい。すごい、こうなんか。いいよね、なんか。古めかしい感じね。うん。でもこの鉢が青いのとかかわいいね、このお家のお庭っていうか、確かに植木の感じ、なんかハイキング感出てきたね。あ、猫ちゃんがいる。え、猫ちゃん、猫ちゃん、ちっちゃいね、かわいい、ちっちゃい、まだ子猫なのかな。大変だぞ、これは。基本ずっと階段なのかな。よいしょ。よし。え？いや、こっちだって。すごい道のりだね。山とかではないけど、普通に町なのにすごい。ここトイレじゃない？あ、ビストロがあるよ、こんなとこに。すごいね。いや、でも上に車で来れる。反対側から。あ、なるほどね。こっちだよ。すごい中世っぽいね、なんか。うん、この家とかすごいね。見て、このグリーンが。すごい。おお。かわいい。なんかかわいいお家が多いね。こう、あの、雨戸がブルーとか。あ、すごい、すごい、山がすごい。すごいね。突然現れた山。これなんだろうね、山。アルプス。あれアルプスなんだ。適当。嘘だね。でも後ろにアルプスに続く山があるって言ってたよ。だからこの奥の方はアルプスなんじゃないの？だってすごいよ。おお、ほら見て、すごいね。あっちの方は家がいっぱいあって可愛い。そしてあっちの方には山。すごいね、この山のなんか崖っぷりがすごい。それでこっちに行く。これ。そっちなんだ。結構なんかまだ序章だったんだね。うん。だってグルドンって書いてあるよ、ほら。マジか。ほらグルドン。これはズックじゃ来れないよ。なかなかカメラマン殺しだね。普通はこんなとこ撮らないんじゃないの？現場の臨場感をお伝えするために僕は頑張ってます。そりゃよくござんしたね。激しい。はあ、これずっと続くのかな？もうこれじゃ、よいしょ。はあ、なんか水の音がする。違う？あ、本当だ。なんか下の方じゃない？うん、湧き水ができているのかもね。山があるから川もあるんだね。うわ、すごい。
おー怖い、これ高所恐怖症の人はすごいやばいだね。うん？はどういうこと？こっち側に来たいんだけど、ここなんかこれ越えろってことじゃない？うん、道がさ、土砂でさ、崩れちゃったんじゃない？昨日の嵐で、昨日の嵐で、うん、あ、そう、気をつけて。はい、よいしょ、よし、うん、まあ大丈夫だよ。なんか一気になんか、あれだな、エクストリーム系の番組みたいになってきちゃったよいしょ、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 すごいね、なかなかだよ。え、嘘？あ、すごいね。よいしょ、よいしょ、あ、でも水が、滝が近くなってきたね。あ、水、やっほーい。え、マジ？怖っ。なかなかじゃない？山です、いい天気だわ。まだ緑色だからいいね。あ、犬来た、犬。むしろこんなとこ走ってるなんてすごいね。トレイルランってやつかしら。崖がすごい。よいしょ、よいしょ。なんかいい匂いがするんだけど、これじゃないんだよな。あ、だいぶ開けてきた。あ、すごい遠浅。海がほら、あそこ茶色くなってて遠浅になっている。すごいね、すごいね、青い。立つんだ、ジョー。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。天気がいいから気持ちがいいね。どっちに行けばいいんだ。こっちだ。あ、突然町に、すごい突然町に。それはみんなが涼しい顔してるわけだわ。町だもの。ここは中世の頃の建物がそのままなんじゃないかしら。ほら、岩造りの感じがすごいね。下は色が紅葉してる、かわいい。泊まれる場所とか、あ、アイスクリーム屋さんとか、すごい、めっちゃ観光地ですけど。突然、猫がいる。猫、猫、プーさん、猫。あら、かわいいこと。飼い猫だね、猫ちゃす。あ、ほら、グフトンって書いてあるよ。アーティテュード 760m だって、ここ高さで。こっちに、教会とかシャトーとかあるよって。で、行ってみる。これ何の花だろう、かわいい。あ、すごい、中から不思議な花が出てくる。
見てこれ、提灯みたいになってる。おや、扉の高さがちっちゃいね。昔のフランス人ちっちゃかったんだよね。どうなってんだろう、迷路みたい。こっち来たからこっちなのかな。こっちへ戻っちゃうもんね。あ、違う、ここメリーって書いてある。メリーに出る、メリーがあるってことはやっぱここが村なんだね。すごい、見てこんなちっちゃい、私と同じぐらいのドア。ここいや、アップ。あ、みんな車で来てた。まあでもいい運動になりましたね。明日筋肉痛になってないといいなと思っています。寒いからあったかいものが飲みたいな。